新小説は、戦前の日本に存在した文芸雑誌の一つ。1889年1月から1890年6月まで、及び1896年7月から1926年11月まで発行された。1927年1月から、黒潮と解題し、同年3月まで3号のみ発行した。1889年1月、須藤南水。 森田試験、あえば高村、石橋人月、与田学会、山田美妙らからなる14名の文学同好会が編集し発行した。翌年1890年6月1年半で第一次新小説の刊行は終了する。1896年4月第一次の終了の6年後に、高田露ロの編集で再び創刊した。 第2次は、流星を極め、1900年に、泉京華、高野清志、1901年5月号に、国木田独歩、ぽ、木巨来、1906年9月号に、夏目漱石、草枕、1907年8月号に、田山家帯、布団、1910年に、泉京華、歌案 don、1913年6月号に、森鴎外役、病院横町の殺人犯、 1914年2月号に、森鴎外、堺受験。1916年1月号に、森鴎外、関山修徳。1917年に、泉京香、天守物語。1921年4月号に、高村逸江の長編詩実月の上に、1923年5月号に、横光リーチ。日輪。1925年9月号に、一人に役。 1926年7月号に江戸川乱歩、モノグラムをそれぞれ掲載、多くの名作を生み出した。大正期の編集者として田中淳、鈴木美恵吉、野村寺助らがいる。1927年1月、黒潮と解体したが、同志は同年3月の第3号で終了した。ありがとうございます。